ご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は伝説のロックフェスワイトトーフェスティバルについて触れてまいります。1968年古くからイギリスのリゾート地としてにぎわっていたワイトトーでロックフェスティバルが行われることとなりました。ジェファーソンエアプレーンを筆頭に当時イギリスの若者に人気のあったバンドが数多く出演したことで当日は1万人の大観衆で膨れ上がりました。第1回が成功したことで翌年第2回が開催されることになりました。第2回はボブ・ディランがヘッドライナーということもあり15万人もの大観衆が詰めかけました。そして1970年に行われた第3回はザ・フー、ジミ・ヘンドリックス、ザ・ドアーツと出演バンドがさらに豪華になりました。そして観客動員はさらに増え、ウッドストックを上回る60万人もの大観衆が詰めかけました。しかしワイトトーフェスティバルは第3回をもって一旦終了、その後32年間開催されることはありませんでした。2003年、32年ぶりにワイトトーフェスティバルが開催され、イギリスのロックファンは歓喜しました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は伝説のロックフェスワイトトーフェスティバルについて触れてまいりました。